はい、それでは、アナザーコード、リコレクション、やりたいと思います。ロード。第4章、D の記憶。4章にまで来ましたね。どこここ。ちょっと待って、なんか怖いんやよ。え？なやった今の。D、どこに行ったの？ D。あら、どうした？足で。一体何を思い出したの？あの時、銀の鳥の間で、父さんは。父さんは。銀の鳥の間で何があったの？ D を探さなきゃ。そうだね。こっちか。談話室。と思ったら、またまたこっち。ここは、食堂か。今度はこっちね。打ち借り。それは外せるね。ドアが開いた。どっち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 こっちか。ちょっとカメラが近すぎるな。まあ仕方がない。上か。うん、ここだ。きっとここが銀の鳥の間だ。ダメだ、開かない。開かない。ねえ、ディいる？いるなら返事して。いないのかな。ここだと思ったんだけど、鍵穴から中見えるかな。お、やっぱりいた。 D、 私だよ。 D、 ダメだ、気づいてくれない。床を見たまま動かないわ。 D、どうしたんだろう。直接話せればいいんだけど。どうしよう。きっと何かあったんだ。もしかして何か大変なことを思い出したりした？早く D のそばに行ってあげなきゃ。でもドアの鍵ないし、どうやって。そうなんですよ。銀の鳥の間の鍵って一体どこにあるんだろう。で、おっと、こっちか。おや？玄関ホール。あ、やったね。よしよしよし。おや？おお、すごいお庭。花もたくさん咲いている。この花を植えたのってパパ？あのパパがお花の手入れしてるなんて。ははは。どうでもいいんだ。狩りだね、狩り。あ、噴水。そういえば。ああ、書いてあっ
たんかな、覚えてない。ははうん、濁ってるね。水圧系。おや？あれ？お？おや？おや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 ？あんねえ。もしかして。ああ、なるほどね。たあ、間違えた。ちょ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 、もしかしてどうだ？ダメか。なんで？どういうこと？それあ、そこ？ありがてー。回してみよう。止まった。よし。
それい。ダメだって。ますますわからん。これもか。あ。これでどうだ。よし。これでいいだろう。出ろ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 。あ、ごめん。お、やった。うん、思った通り水がきれいになってく。これで鍵が探せる。よし、水もきれいになったし鍵を探してみよう。なんかある。あ、あった。おお、二本目のサバの狩りを手に入れた。よし、これでギッティ。あ、飛ばし、ごめん。待っててね。セリフすっ飛ばしちゃったな。確か。よしよしよし。よいしょよいしょよいしょ。よし、開いた。どうした？ディー、何があったの？びっくりしたよ。急にいなくなるんだもん。君のパパの声を聞いた途端、僕は何か思い出しそうになって、気がついたらここにいたんだ。ほう。まるで何かに呼ばれるみたいに。どうしてそんなことに？思い出したんだ、アシュレイ。ほう。僕、屋敷に来てこの部屋に父さんと泊まっていた。はい。え？あの日ウェルズがあの絵を持ってきてあそこに飾ったんだ。ほう。ヘンリーおじさんが僕を描いたんだって。はあ、ははあ、僕はそれが嬉しくてずっと見ていたら、父さんはどんどん機嫌が悪くなってお酒を飲み続けて、はい、僕はなんだかそんな父さんを見ているのが悲しくなって部屋を出て行った。そしてしばらくしてこの部屋に戻ってきた時、はあ、僕は見たんだ。トーマス、なぜだ。父さん。お？父さんがこの銀の鳥の間で殺されるのを。おお、重たいな。本当なの？D、
ディーのお父さんがここで殺されたなんて。うん、父さんそこに倒れてた。じゃあこのシミって、あの時僕は見たんだ。父さんは血にまみれて絨毯の上に倒れてて、父さんのそばには男の人が立っていて、その人は僕を見て驚いた顔をしてて、あれはそう、ヘンリーおじさんだ。え、ヘンリー。トーマスを殺したのがヘンリー。じゃあトーマスは自分のお兄さんに殺されたっていうの？ディー、どうしてなの？どうして家族が家族を殺すなんて悲しいことが起きるの？私のママも誰かに撃たれて死んだ。もしかしたらそれも私とディーは同じだ。わお。ディー。うん。え？アシュレイ、どうした？ありがとう、僕を探してくれて。さあ、アシュレイ、ジェシカを探しに行こう。そうだそうだ。うん。なんか引っかかってるな。棚？ちょ、ん？ほっほっほ。11か。棚。なんか鍵がある。あれ？リー？ワインセラーの鍵。誰かの声が聞こえたような。聞こえたね。誰かってパパ？うん、女の人の声だ。ねえディ、声はどこから聞こえたの？下からだ。ちょっと怖いな、なんか。アシュレイ、声はここからだ。誰かいないの？お願い、誰か来て。この声は、この声は、どうしよう、開かない。このドアを開ける鍵は。お、開いたの？あ、あ、え、
開いたジェシカ大丈夫かい？ジェシカ4章終わりました。やったね。では次回は5章ですね。はい、では今回はここで終了です。ご視聴ありがとうございました。